戸駅南口にあるバッティングセンターに来ました。片手バッティングセンターチャレンジします。野球部だったので、体が覚えてる限り見て、あ、ボールに当たるように頑張りたいと思います。当たりますね。さすが体幹強い。次は大谷翔平クラスの165キロに挑戦したいと思います。開けたよ。すげえな、でも165キロ当てんだよ、100キロあんな当たんねえ人いんだよ。もうやんの？ちょっと早い、言ってよ。ブザーが鳴ったら投げなきゃいけなくて、はい、先輩がバシッといいところを見せてくれるそうなんで、小野くんちょっとよーく、はい、勉強させていただきましょう。はい、俺投げんの下手だろ。はい、はい、遠くないですかこれ。縫い目に合わせます。ブザーが鳴ったら、はい、投げ始めてもらって。どうした？まだまだ今コメント中。踏みなさいですよ、ピッチャーマウンド。
届かないですよここ。何言ってんの？いやダメ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 、後ろ後ろ。右足をプレートにつけていただけ。これでいいですか？逆です。右手で。あ、これでそうです。ああ。こういった。おお。あ、なるほどね。こうね。真面目か。おお。でもいいところがね。4番。あ、これ言えばいいんだ、女の子で。4狙いで。4狙いで。ワンビンゴです。違う違う違う。じゃあ4番で。はい。おー、惜しい。おー、惜しい。ラスト4番。ゲームセット。おー。前回のバッティングセンターで調子に乗った一郎、勢いそのまま第2弾を決定。果たして片腕でうまく投げることができるか。スタッフ一同はいい加減カメラに慣れることができるか。次回チャレンジ企画第2弾、片腕ボーリング、明日は筋肉痛待ったなし。